あれから1年。どうもこんばんは、リック学会です。今日はですね、なんと私がアクアの動画を投稿し始めてから、10月のね18日で1年が経ちました。ということで今回はですね、これからのまあちょっとね長期的な話なんですけど、やりたいこととあとは、今いるね魚どんな魚がいますよっていうちょっと簡単なね、ご紹介の動画を記念に、作成して、上げさせていただきたいと思いますんで、よかったら最後までご視聴の方よろしくお願いします。それではいきます。今後の目標ということで、まずは現状のね部屋の間取りの方サイズを確認していきたいと思います。実は水槽の横にはちょっとスペースを残してあるんです。これはねゆくゆくは、壁をね仕切りになっている真ん中の壁を壊して広く使えるように、してあるんですね。でこちらの壁を壊すと、全部で2900ミリ、2.9 メートルありますんで、まあできればねちょっとこれは嫁と相談なんですけど2400の奥行き、まあ、900-1200 くらいの水槽を、将来的にはここに置きたいと思ってます。それでは飼育業の紹介をしていきたいと思います。2019年10月時点で飼育しているのはまずはこちらのレッドアロワナ、こちらね、ロビンファームの、アルティマという、まあ、アクアルビーさんのブランドの、アロワナになります。大きさはだいたい53から5の間ぐらいなのかなっていうところですね。飼育してもう3年から4年というところでしょうかね。まだまだねちょっと色が乗らないのが残念なところですけど、これはねこれから頑張っていきたいと思います。続いてご紹介するのがこちら、同じくレッドアロワナになります。これもねアクアルビーさんで購入したアルティマというブランドで、カプアスフルのね、魚になりまして、ステゴサウルスと呼んでいる、お店で、ね、呼んでいるタイプの、魚になります。ちょっとね、背中がポコッとね、盛り上がっていってるのがわかるかと思います。そちらが特徴な魚です。で色もちょっとロビンさんの、アロワナより赤いかなっていうふうに個人的には思ってます。続いてはこちらのオスカーですね。これは1月頃に確か導入したのかな。なので、まあ、8ヶ月、9ヶ月ぐらい、なります。まあ、当初は3、4センチぐらいだったんですけど、もう今10センチほどで15から20の間ぐらい、大きく育ってきました。ちょっとね、これも赤い色が少ないんですけど、まあ、お気に入りの、オスカーです。続いてはこちら、錦鯉ですね。単調と呼ばれるタイプになります。去年の夏後に購入して、おでこのね赤い丸いねシンボルマークのようなのが飛んでしまって、逆にね墨が乗ってきてちょっと黒っぽくなってるっていうね、鱗がちょっと浮いちゃってかわいそうなんですけど、まあ公演してるんで多少ね、あれかなというところですね。日曜のね、可愛いので非常に、愛着があります。続いてはこちらのプラチナエンドリケリーですね。先日の動画でもお伝えしましたが、ひっくり返ってしまったのがこちらの魚になります。今では、回復して本水槽の、ね、飼育ケースの中に、入れている状態です。でこちら購入してきたのが今年の1月なので9ヶ月ぐらいですね。で当初のサイズは約5センチ前後、今では22から25センチということでだいぶ大きくなってくれましたが、我が家ではねマスコット的な存在です。なるべく大きく育てたいと思いますので、これからも頑張ります。続いてはねこちらの、ポリプテルスエンドリケリーですね。原種といいますか、まあ、通常のタイプで、こちらワイルドでも何でもなくブリードのね、安く購入したものになります。年齢的にはもう7歳は超えてますね。はい、もう7年以上のお付き合いをさせてもらっているという魚になります。最初買ってきた時もねやっぱりね小指ぐらいからもうちょっと大きかったかな、まあ、5センチから10センチの間ぐらいで買ってきて、もうひょろひょろだったんですけど、1年で40センチになり、今ではねなんとそろそろ60の声が聞こえる、この間測った時 59.5 センチまではありましたね。胴回りもだいぶ太くて、もう腕と変わらないぐらいあるんですね。でこの愛嬌のある顔とね、その旺盛な食欲、それがねやっぱ魅力ですよね。エンドリケリーにもね今後も長生きしてもらいたいと思ってます。続いてはこちら、ポリプレスのビキールビキールですね。これもね、まあ、40センチぐらいで去年かな、買ってきました。であんまりねもう成長しないですよね。で色はねもう買った時はだいぶ飛んでたんですけど、まあもう
何ヶ月した頃かな、まあ、数ヶ月でもう落ち着いたのか、緑がねだいぶ乗ってきてっていうところですね、まあ、最大種なんでね、できればねもうちょっと今で50センチ前後なのかなっていうところなんですけどね、できれば60は超えてほしいななんて思ってます。続きまして今度は、ね、2匹同時になってしまいます。ちょっと奥から出てこないんで申し訳ないです。ポリプテスの、ね、ラプラディが真ん中で、左側にいるのがデルヘッジですね。でデルヘッジも、エンドレと同じぐらい7年、いるんですね。サイズ的には23から5の間ぐらいかな。まああんまりねこれも大きくならなかったですね。でラプラディは今年の1月買ってきて、今でだいたい30から40、ざっくりすぎましたけど30から40の間ぐらいはあったと思います。だいぶね緑がこれも濃くなって、ただねちょっとストレスに弱いのか、ラプラディはなんかね、公園してるとちょっと成長が遅れるみたいな記事も読んだんで、ちょっと心配してるんですけど、なんとかね、大きくなっていってもらいたいなっていうところです。続いてはポリプテス系では最後の紹介になりますけど、エンドリケリーコンギクスですね。まあ、要するにコンギクスなんですけど、これはね一番最近買ったの、ポリプテスになります。でサイズ的にもねビキニの次にぐらいに大きくなるってことなん で遊泳力も高いって、本当に、ね、よく泳ぎますね、やっぱね、あのポリプの中ではですからね。で餌もねまだ22センチぐらいなんですけど、冷凍キビナゴを解凍したら食べてくれたりとかね、食欲もあるんで、今後ね、大きく育っていってほしいと、将来が楽しみな一匹です。これで最後の魚になります。スポッテッドガーですね。これはいつは帰省前どれぐらいかな、もう2年ぐらいになると思いますけどね、まあ、買ってきたのは15センチから、20センチぐらいね、ほんとひょろひょろとした子だったんですよね。で今はちょっとね、なかなかあのサイズこれも測りにくいんですけど、周りの魚とのこの比較でエンドリケリーがね一番じっとしてて測りやすいんで、それと比較してだいたい50前後というところかなと、思ってます。でね餌もやっぱね、スポガも買えないんでね、あんまりあれですけど、餌もねよく食べてくれますよ。何でも本当に浮上してる餌からね下に落ちるその人工飼料、沈下性の人工飼料、生き餌も食べるし冷凍餌も食べる、何なら虫も食べる、まあね本当にね何でもよく食べてくれて、まあね、頑丈な魚なんで長生きしてくれることを祈るばかりですね。もう飼えないんでね。で太さもね、これ下のポリプエンドリケリーが腕の太さぐらいって言ったんですけど、まあいい勝負というかね、まあでも割と丸々、してるなと、まあ、ちょっと食べ過ぎかななんてねこれも思っているんですけど、まあこのサイズなんで餌の量ねちょっと全体的にまあ抑えつつ、まあ、様子を見てね、健康を維持して、長生きさせるように頑張っていきたいと思います。ということで我が家の魚、紹介させていただきました。まあ、将来のね、目標も含めて、お話しさせていただきました。1年ね、なんとかやってこれたのも本当にね見ていてくださって皆さんのおかげです。当時はもう当然ゼロからのスタートでね、今は、まあ、撮影編集時点で830人ということでね、たくさんの方に登録いただいて誠にありがとうございます。これからもね、少しずついろんなことをね、アロワナや熱帯魚に関するいろんなことをやっていきたいと思いますので、よかったらね、これからも、ご視聴の方よろしくお願いします。よかったらねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。